皆さんこんばんは、スルメです。はい、今回はお久しぶりのポケモリなんですけれども、ビンタがね、ちょっと私のお家でちょっと暴れ回ってるんですけれどもちょっと室内なんでちょっとやめてもらっていいですか。はい、ちょっとビンタがね、トランポリン疲れで寝てしまったんですけれども、今回は期間限定の水族館イベントに参加したいと思います。はい、住民さんとね、一緒に水族館デートができるみたいなので、めちゃめちゃ楽しみ。はい、でですね、水族館のチケットは1枚しかないので、1人の住民さんしか誘えないんですよ。なので、住民さんをね、誘いに行きましょう。はい、ということで、キャンプ場にね、移動してきたんですけれども、私のキャンプ場もね、もう夏仕様になっているので、ちょっと今のキャンプ場をお見せしたいなと思います。はい、イメージ的には夏のクールリゾートみたいな感じにしたかったので、ちょっと受付をね置いております。そう、これね、空港の受付の家具なんですけど、可愛かったのでちょっとエントランスとして置きました。タコリーナがね、受付してくれてるの可愛い。で、ここら辺が待合室ですね。貝殻の噴水と、あとこの家具も可愛いんですよ、スケボー。これね、住民さんが技をね決めてくれるんですよねかっこいいよね。はい、そしてですね、なんとついにね、この子に会いました、カール。はい、私ポケモリのキャンプ場にはあつ森のメインの島のね、住民さんたちを全員呼んでるんですけど、カールとマグロだけポケモリにね存在しないということで会えてなかったんですけど、カールがね追加されたので、カールをねキャンプ場に呼ぶことができました。そう、あとマグロだけで、エントランスを抜けるとプールがねあります。そう、流れるプールなんですけど、ちょうど猫さんたちがぷかぷか浮いててめちゃめちゃ可愛いんですけど、はい、まあちょっとなんかリゾートっぽい感じで、なんかお花とかなんかキラキラしたものとかをねちょっと飾ってみました。そう、マーライオンとかもね置いたのでリゾートっぽい。そう、奥のは家具じゃなくてオブジェの方なんですけど、そう、このオブジェめっちゃ可愛いんですよね。このハリマオガスがこうやって水バシャ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 やってるのめちゃめちゃ可愛いよねそしてタコヤはね、やっぱり水に濡れるとさ、生地がふやけちゃうので椅子でおとなしくしてますね、可愛い。はい、そしてメインステージ、住民さんたちによるハワイアンショーですね。めっちゃ可愛いんだよねこの家具はい、ハワイアンステージの後ろに打ち上げ花火を置いたので、なんかよりちょっとリゾートショーっぽくないですか。なんか打ち上げ花火バンバンバンキラキラキラみたいな感じでやってみました。はい、でサブ島で今一緒に住んでるタモツとドミグラをね呼んだので、そのメインとサブの住民さんたちがなんか一緒に遊んでるっていうのがなんかめちゃめちゃいいなと思ってはい、やっぱポケモリの良さはそこですよね。たくさん住民さん呼べるっていうのがめちゃめちゃ良い。はい、こんな感じでスルメの夏キャンプ場でございました。はい、では今回はね、そう、水族館デートをしたいんですよ。そう、誰と行くかめちゃめちゃ迷ったんですけど、そう、ビンタもねいいし、1号もねいいなって思ったんですけど、でもやっぱりね、今回はやっと会えたのでカールと行きたいと思います。そう、あとね、カールは7月21日がね誕生日だったんですよ。なのでなんか誕生日祝いも兼ねて遊園地に誘いたいなと思います。かわいい。え、でもなんかちょっと水族館デートするのにこの服って感じじゃないえ、ちょっとコーディネートしよう。貝殻のアロハ、あ、かわいいね。かわいいけどデートっぽくはないかな。名探偵のジャケット、え、かわいい。え、待って、めっちゃ似合うえ、なんか緑色だし、なんかちょっとシックな感じで、え、めっちゃかわいいんじゃない。これにしようかな。いや、カールもめちゃめちゃ気に入ってるわこれはめちゃめちゃ気に入ってますね。もう踊り出してるからね。よし、じゃあカール行こう。カールいつもありがとう、よければ一緒に水族館に行こうよ。はい、これ向こう水族館に連れてってくれるの。わーい、ありがとう、かわいい、めっちゃ喜んでくれてる。じゃあ今すぐ出発。え、待って、私もめっちゃ楽しみなんだけど水族館めっちゃ楽しみ。え、ちょっと待って待ってちょっと待って、ハリマオとイチゴついてきてんじゃんえ、待って、カールと私のさ2人だけのデートじゃないの。1号とハリマオもさついてきてたじゃんあ、でも2人だ、2人でね見てますね。いいね、サメかわいい。あ、ドゥッパン
物販コーナー、ラムネちゃんも、ラムネちゃんバイトしてる。ラムネちゃん水族館でバイトしてたな今。楽しかったね。まさかハニマオと1号がいるとは思わなかったけど。え、なにこれかわいい。え、めっちゃかわいいんだけど。カールからのポストカードだ。あ、お手紙？やった。めっちゃ嬉しい。これね、なんかいつもこういうイベントあるとポストカードみたいなのもらえて、なんか後ろにメッセージ書いてあったりするんだよね。え、嬉しい。内緒で買ってくれてたのめっちゃ嬉しい。ありがとうカール、大切にするね。お、ポストカードちゃんと届いたみたいだね。すずめちゃん、これからもずっと僕と仲良しさんでいてね。ですだ、もちろん。いや、楽しかった水族館デート。読ませてもらおう。大好きなスルメちゃんへ。水族館とっても楽しかったよ。いろんな魚がいてびっくりしちゃった。スルメちゃんとの水族館記念にポストカードを送ります。ありがとう。えへへ、また一緒に水族館に行けたら嬉しいな。スルメちゃんともっといろんな魚を見てみたい。カールより。カエルはね、いなかったの残念だったね。イチゴが、イチゴが技を決めます。イチゴが技を決めます。うわー、かわいい。そう、なんか謎にみんなさ、スケボー上手いんだよね。奥太郎もいたー。ジャックも決めるか。ジャックも決めたー。そしてめちゃめちゃやりたそうなタコリーナ、華麗なジャンプ、かわいい。そしていつもぼんやりしているビンタ、ビンタもいけるのか、かわいい。お上手。はい、ということでですね、なぜかハリマオとドミグラにめちゃめちゃガンつけられているスルメなんですけれども、はい、ちょっとメンバーチェンジでですね、今猫ちゃんたちがステージにね立っていてめちゃめちゃかわいい。そう、ラムネちゃんが音楽を奏でて、ビンタ、イチゴ、ジャックのね、もう猫ちゃんたちで踊っております。めちゃめちゃかわいいね。そして隣では奥太郎とジュン君がね、にぎやかしをしております。タンバリンかわいい。はい、そしてなぜかね、なぜか舞台の前でニコニコしているカール、主催者なのかな。かわいい、もうみんなかわいいよね。はい、こんな感じでゆるっと楽しくあつ森もポケモリもやっております。この動画が少しでもいいな、ユーミンさんたちかわいいねって思ってくださった方はチャンネル登録、高評価、コメントなどぜひぜひお願いいたします。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。